はい、ケンさんです。今日は尼崎、 JR 尼崎の駅に来てます。いつもみんなね、北川で飲むことが多かったりするんですけども、今日は南川の JR 尼崎って相当やばい店揃ってますよね。皆さんね、もう山寺さんの動画見てる方はもうご存知だと思うんですけども、相当やばいです。ちょっと今から行ってみようと思います。行ってまいります。歩いていくとね、とんでもない店あるらしいですよ。とんでもないって何ってね、もうめちゃくちゃ安いです。しかもうまいんです。そんなお店が JR にございます。よいしょ。ちょっとね、もうジジイなんで息切れながら歩いてますけどもね。はい、到着しました。こちらがね、磯川さんです。 JR 尼崎のリビングレジェンズって言われてるお店ですね。行ってみようと思います。魚たちのみ磯川さん、行ってまいります。無事ね、撮影許可いただきましたので、今から飲んでいきます。生ビール1杯目いただきます。でいいっすよ。うまいですけどね、お店のね、外からじゃ分かんないですけど、中入ったらね、もうやばいっす。もう魚の値段ぶっ壊れてます、マジで。多分ね、こう JR は尼崎、北川は皆さんね行かれますけど、南川なかなか来ないのか、山寺さんキッズね、我々みんな来てると思うんですけど、ここはやっぱぶっ壊れてますマジで。本日のおすすめ4品っていうのをちょっと頼んでみました。来るのを楽しみにしてます。店内は L 字型のカウンターで、結構ね広く場所が入れるようになっております。いい感じの、なんかおかみさんがすごい活気のある感じ、マスターの方もね、すごい優しそうな感じで、いいお店になってます。ちょっと左側コンタクト外れてるんで、ね、ちょっと目開かないで許してください。タイの作りと、サワラの作りなんですけど、表面が若干炙ってありますね。はい、はい、タイの作りいただきます。うまい、これマジでうまい、やばい。お前11時半に電話せえ。最高。ここの感じがね、本当にやばい。はい、お作りサワラ、表面ね炙ってあるタイプになるんですけど、いただきます。肉厚といい、表面の炙り加減といい、もうお酒にぴったりです。ちょっと今ビール飲んでるんですけど、ビールじゃないですね、これ。うまい。わさびの方が茎入りわさびなんですね。明らかに違いますね。めっちゃうまいです、これ。やばい。はい、島地の釜いただきます。ポン酢つけていただきます。やべえ。やばい。これはほら、カロリー計算もあるから。シマアジの釜なんですけども、これね、一番メインになるところ、目の裏とか他の身の部分、ちょっといただいていこうと思います。カマの、バラシ完了です。すげえ、身たっぷりでした。目の裏込みです。はい、バラシタ、シマアジのカマなんですけども、ちょっとポン酢つけていただいてます。塩は振ってあるんですけど、ね、
確か確かな。でも勝負する女性やろ、くせない女性じゃない最近、塩山で足止まる。なんかバラす時も気持ちいいですし、身も美味しいですから。釜一つって普通あんまり身が取れなくて困ったみたいなのが多いんですけど、相当に美味しいですね。釜大当たりです。釜というか作りも大当たり。はい、うなぎの白焼きとかね、もうすごいこうみんな聞くと思うんですけど、今日いただくのはアナゴの白焼きです。結構すっきりした感じでね、いただけるかと思うんですけど、前に三種ともですね、あと茎わさび、あとアナゴっていうね、すごい綺麗なプレートで来ています。美味しそうですよ。アナゴの白焼きいただきます。いただきます。お前と合うで、お前と合うで、もう酒たのもめっちゃうまいよこれ。あーやべえ、ペロペロなんですけどね、今からまだちょっと飲みます。うまいわこれ、やばい。だからお前何かによってここに行こうまで行って。ごちそうさまでした。磯川さんやばかった。あの割烹クラスのあの魚介がね、この値段で食べれるってないもの、プラスアルファ、まあ、素晴らしいお店ですね。まあ、JR 尼崎ってね、もう場所もいいとこでね、本当に品のいいところになってますんで、JR 尼崎って今あの関西で住みたい、地域ナンバーワンになってますんでね、磯川さん絶対、忘れないでください。再訪問は確定です。ごちそうさまでした。うまかったマジで。磯川さん行った後ね、あのもう一つやばいレジェンドの店あるんですよ。もうね、今日もう何軒もあったかわからない、腹パンパンなんですけどね。ちょっとあのミルフィーユ鍋がやべえんじゃないみたいな。知らんで太るだよ俺もう、ほんまに。ちょっと行ってみます。はい、行ってきます。はい、磯川さんからね、歩いて15秒くらいなんですけどね、もう伝説のお店はもうすぐね近くにありました。松福さん、もう本当にね、皆さん知ってるとは思うんですけど、やばい店です。行ってみようと思います。一本カウンター、かなり長めの一本カウンターと、奥にねボックスみたいな囲うテーブルがあって、サイドの、カウンターもあってみたいなね、かなりのお客様、しっかり入れるお店になってますよ。はい、大根筋、厚揚げですね、と焼酎ってね、もうガチおじさんコースですけど、はい、パリパリキュウリとチーズキムチの方が届きました。こんな感じでタクはなってますよ。秒速でいただきます。はい、松福さんいただいてきました。やばかった。もうこれあのお鍋食べれなくても大満足でしたからね。お鍋がめちゃくちゃ安いお店、松福さんと思ってるでしょ。行ったらわかるよ、雰囲気全然違うんですよ。優しい感じのあのお店で、あの かわいい女の人いっぱいなんでね、あの男一人で行ったらちょっとドギマギしてしまうと思うんでね、あのカップルでもいいですし女性でも行けます。あのちゃんと行けるお店になってますんでね、ぜひ、松福さん、JR 尼崎の南側ですね、お立ち寄りください。ごちそうさまでした。これやばかったマジ。J 山は2軒もありましたけど、この2店がね、今の J 山、まあ、南側引っ張るめちゃくちゃいいお店になってますんで、ごちそうさまでした。